こんにちは、こいちゃんパラダイスでございます。まあ、週末はまたいつも通り競馬予想をさせていただこうと思います。そして私改名しました、こいさんです。恋愛の恋にひらがなでさん、こいさん改名したんでね、こいさんになってから初めてのね、競馬になるので、いいことが起きないかなと思っております。ちなみに土曜日はですね、こいさんということで、こいさん馬券513のね、3頭ボックスを参上開催、36レース全て勝ったところ、なんと全部外れました、それでは早速ですけども、こいさんになってから初めてのウィン5を、買いたいと思います。1レース目早速いきましょうか。東京の10レースですね、ユートピアステークス芝 1800m です。8頭立てやばいレースですね。まあ、勝投数はね前有利と言われますけども、意外とね後ろの馬が有利なことが多いんですよね。あの大外回らんで済むし、刺す時に前が詰まることもほぼなくなるので、ということで私はここ3頭を行かせてもらいます。まずは1番ルビーカサブランカ、キングカメハメハ3区両決ですね。お母さんムードインディゴ、田中勝春ジョッキーが乗ります。まあ大体もうしんがりあたりから上がり最速で上がってくるまでいつも3着あたりで届かないんですけど、結構ねフルゲートとかで走ってきてるんでここなら届いちゃうかなっていうところで抑えております。まあ、金亀タンクはまた東京コース強いですからね。そして2投目は3番大和くん7、これもノベリスト3区で ね、まあ、3勝クラスで、ね、出遅れて届かずというレースがね続いてますけど、やっぱり33秒台で上がってこれる馬なんで、これもよっぽど前の展開にならない限りは上位に食い込んでくるだろうというところで2投目をこの馬にしました。まあ、とはいえねもうペース的にもう後ろが届かないという展開を考えて7番、ラルナ・ブリラーレ、こちらの馬もね田辺ジョッキーが乗っております。ハーツクライ3区、この馬は前走4分の3馬身差ね、勝ちきれなかったですけど今回前で残れるのはこの馬かなというところで前と後ろから勝負してます。まあ、とはいえもう6番8番あたりももうプンプンに酔うからね、ショート数結構怖いですよね。はい、というわけで東京10レースは137の3頭で勝負します。続きまして阪神10レースですね、室町ステークスダート 1200m。 まあダートは私毎回言ってますけども勝負馬でもほとんどダートレース上げてますけど、ダートは絞りやすいというところがね、あるんですけども、まあ、今回は正直そんなこともなくゴリゴリのダート決闘馬がね、いなかったというところでちょっとこちらも人気どころになります。5番のジェネティクス、ルメールジョッキーですね。これも前走前がね、ちょっと窮屈になってね、なかなか手間取ったにもかかわらず1馬身差7着ですけどね、着差はね、大事なんで着順はあんまり関係ないと思ってます。まあ、オープンも勝ってる馬なんでね、このレースもオープンなので、まあルメールジョッキーなんでね、今回はスムーズに走れば、まあ、上位争いかなと思ってます。そして8番ウルトラマリン、こちらも、ね、サウスビブラス3区、まあ、ジュネティクス3区に至ってはこれ3枠がもうサウスビブラス枠でいかにも怪しかったんですけど、ウルトラマリンもこれ牝馬なんですけどこれももう逃げ切ってオープン勝っちゃってるんでね、短距離に関しては牝馬も強い馬はしっかり来るのでこの馬入れてます。そして15番カレン・ロマチェンコ、まあ、これもオープン勝ちしてるんですけど、マクフィー3区ですね、まあ、これも前につけて、まあね、とりわけ強烈な差し馬というのがいないんでもう前が有利かなと思ってます。前で一番いい展開に持っていけた馬、
まあ、逃げた馬と後位の馬どちらかが勝つかなと思ってます、まあ、この馬もおそらく前に行くので、阪神10レースは5、8、15の3頭で勝負したいと思います。そして福島メインですね、福島記念。いやこれはややこしいですね。もうとりあえずここ5頭にしました。2番心の灯台、まあ、これももう中山金牌を首差の2着まで来てる馬なんで力上位でしょうね。そして3番ブラバス、この馬もこの3走でだいぶ人気をずるずる落としてるね馬なんですけど、やっぱりもともとね G3 も勝ってるし非常に安定して強かった馬なんで、もしねここで復調すればあっさりと一周してしまってもおかしないかなと思ってます。4番バンケドミンゴ、これもそうですね、リステッド競争前走クビサの2着まで来てるのでもうちょっと外しづらいですね。そして9番ステイフーリッシュ、まあ、この馬僕好きなんでね、なかなか勝ちきれないんですけどこのメンバーなら勝ってしまうかもなというところで、まあ絶対掲示板には乗ってくるでしょうけどどこまで来れるか楽しみです。10番新た、こちらも金亀3区ね、ちょっと5番にしては小柄なんですけども、今4連勝なんでね、前走もオープン勝ってやっぱり連勝中の馬ってどこまで連勝が続くかね、応援したくなる気持ちプラスやっぱり気持ち的にだいぶね、違うと思うんで入れておきました。だからここ5頭でもね怖いですね正直。ヒュミドールバイオスパークあたりをね入れてないし、いや8枠2頭もね大穴開けてもおかしくないかなとちょっと思ってます。でももうこれ以上勝ったらもうえらい大金になるんで、4レース目オールカップフリステート競争東京メインですね。ここもね3頭で行ったんですけど、まあ、3番プールビル、ね、これはもう去年の勝ち馬ですからね、まあ合うんでしょうねやっぱりコースも。まあ、そして11番ダディーズビビット、いやしぶといですね、やっぱりね絆3区はもうダートも芝も中距離も長距離も短距離も全部ね走ってくるんで、まあ、とりあえず入れておきました。17番シャインガーネット、オルフェブル3区の牝馬ですけど、まあ強い相手とずっと走ってるんでね、ここならばあっさりかなっていう感じもします。ここもね入れたい馬を入れれなかったんですけど、まあ、名前出したら来そうなんで言わずに行きます。そして最後はエリザベス女王杯、とりあえず1頭はレイパパレ、ウメルジョッキー、ディープインパクト3区やっぱ外国人ジョッキーね、乗るとしっかりね、実力を出せたらやっぱり怖いですよね、強いですね。そして赤い鳥の娘、こちらは秋華賞、ね、この時も私本命やったんですけど、やっぱり大舞台に強いですね、超良血、お母さんもアパパね、お父さんディープインパクトなのでこの舞台でも強いと思います。8番テルセット、ね、ちょっとね、距離が持つかどうかというところなんですけど、後ろでね足を溜めるんでね、レムロジョッキーがうまいこと持たせるんじゃないかなと思っております。阪神メインは1、3、8、最近1頭だけ外れることが多いのでね、そろそろ小井さんに変わったから当たればいいなと思っております。次は勝負馬を挙げます。まず阪神4レース芝 1800m に出てきます。10番エターナルビクトリー、こちらの馬はね前走もう相当後ろの方からね馬群を割って、それでも上がり2番目の足でね、8着ですけども、だいぶ強い競馬をしたなという印象が、残っております。まあこのクラスなのでね速い足を使える馬がね少ないと思うんで、まあ、今回は頭数も前より少ないからもうちょっとスムーズに出てこれると思います。まあ、ルーラーシップ3区なのでね前走の1004より今回の1008の方がねいいと思うので、もうちょっと忙しくない競馬をすると、結構人気ないと思うんで、こちらまず1投目
勝負、まあ、勝負します、そして福島7レース、こちら芝 1200m 短距離の6番辰竜王、この馬もともとね、千里の芝で、まあ、この2走前が、まあ、5着、まあ、上がり最速、3走前4着上がり3番目の速さで走ってきてるんですけど、前走ダートに行ったんですよね、そこで出遅れ、まあ、出遅れはね、癖みたいなもんやと思うんですけど、430キロ台の馬なんでね、多分ねパワー的にダート合わんやろうなと思った、案の定全然走りませんでした、そして芝に帰ってきたんで人気を落として帰ってくるんで前走の惨敗で、ここは辰竜王どこまで来れるか勝負です。次の勝負馬が、東京9レース、こちらダート 1400m 13番カフェクラウンです。お父さんがマインシャフトですね、まあ、アメリカのねゴリゴリのパワー系の、ダートの馬です。で馬格もあるしね、普通に走れば強いと思うんですけど、まあ、この3走は道割るとかね全然競馬をしてなかったんで、今回はねちょっと喉鳴りがあったみたいなんですけど、だいぶ改善されたようなので、普通に力を出せればね今回のメンバーならば、上位に来るだろうと、これもそこまで人気しないと思うんで、なかなかちょっと期待しています。調教の動きはいいみたいなので、このまま来てくれればウホウホです。ウホウホ、そして4投目、今日はもう4投だけにします。最後は阪神最終レース6番平成メジャー、ダート 1400m ですね、まあ、ダート戦はやっぱり血統と馬格がね強く出るかなというところで、このレースもねこの馬がめちゃくちゃいいというよりはそのゴリゴリの強いダート血統馬があんまりいないんで、まあ、この馬480キロ台でマジェスティックウォリアーというところで、まあ、普通に考えたら力上位かなとね、成績もやっぱりね、2走前4着上がり最速、3走前3着ね、ところにやっぱり来てるんで、展開一つでは頭もあるかなと思っております。じゃあ皆さんも競馬頑張ってください。なんとか負けないようにね、僕もまあ菊花賞宮古ステークスと当たって好調なまま改名してしまったんで、流れをね止めたくないなという思いが強いので、小井さんになって初当たりをね早く皆さんに見せたいと思います。それでは皆さんありがとうございました。またチャンネル登録と、いいねとバッドをよろしくお願いします。あ、バッドはいいんか。そして一つ告知をさせていただきます。12月7日にナンバーグランド花月で、上方漫才大賞を取って去年イベント中止になるというねことがあったので、2年ぶりにシャンプーハットで漫才イベントをします。夜の7時半から、9時には終わろうと思っております。なんとか野生爆弾のスケジュールも抑えたので、そこでまたアニメ漫才というのを一つ考えてまして、クラウドファンディングを立ち上げてますので、もし興味ある方はこちらをご覧ください。さようなら、小井さんでした。ペロンチョです。